なんだっけ、ゲットリリースいや、そうですもう覚える気がないからずっとそれでやってきます今日はですね、リクエストがあったので、この間アレキサンダーワンのパーティーがあって、その時のまあこれ衣装なんですけど、セットアップで下も、うん、そう、その時の Get Red With Me をやっててのことだったのでやります。でまず最初ひげから剃ります。たまにこともみあげもやっちゃうってからね、しばらくひげ伸ばさない。ちょっと伸びしたけど、なんかめんどくさいんだもん。変、人によってすごいひげ、俺好みが分かれる。ひげがいいっていう人と、ひげがない方がいいっていう人と、前髪こうやって下がってる方がいいっていう人と、上げてる人がいい、上げてる方がいい。みんな違わなくて。あ、充電切れた。ちょっと毎回そうじゃないですか。違う、毎回だな血入れちゃったし。なんだっけ、ひげ剃り終わって顔か、ちょっと最近はこのハリッチのプレミアムリッチとリッチプラスをこっち2滴、こっち3滴ぐらい混ぜて、もう一気に、ほんとこれしかしてないかな。今あのポロポロ治りました、完全に治った。このポロポロ、ここの周りにポロポロが出てきやすかったんですけど、これ使ってからなくなった。余ったらいつもここにつけます、カサカサするから。いるじゃん、メンズとかですっごい膝と、ここと膝がすっごい粉吹いてるやつ。でこれがエスティローダーのほうれい線とかそういうのに張りに効くんだって言ったら、くすみの方はもう使い切ったんですか。くすみはね、あんま使ってない最近。こっちのが万能性あるから、こうやってまだ持ってますよ、くすみが。ちなみに奈良さん、眉毛とかって整えたりするんですか。めちゃくちゃ綺麗ですけど。あ、眉毛あんまやんないです。たまになんか年齢的に多分長いのが出てきちゃう時があるから、でちょっとオフします。そこだけちょっと切ったりとかするけど、あんまやってない、眉毛。いいです、それでこれね、もうこれなくなっちゃいそうだけど、ケミオくんのやつもずっと紹介してるけど、うん、もうこの商品ないみたい。ほんとこれだけ、これぐらい、赤くなっちゃうとこだけ、まぶたの上、なんかまぶたの上塗るとすごいいいかも。なんか目の周り、ここが一番多分塗ると塗らないので、ここ全然違う。こんぐらい、本当薄くていいです。全然違うから、ワントーン。これがたまにすっごい太い眉毛が出てくるけど、よくやっちゃう、めんどくせえから笑うとこじゃないのか、別に急に目薬、しかも手で取れるものなんですうん、トリップ最近これ使ってる、あ、なんだっけ、バーバーのミスタークローゼンが出してるブロッシュっていうのかな。あ、ブロッシュ、うん、スタイリング剤とか。うんうん、これなんかね、チェリー、うん、顔割り、これで。で、髪の毛は一回ちょっと濡らします。この髪型リクエストあったけど、これつけてから大変なんだよね、量が。ジェルの量ですか。うん、一
回濡らしてジェルがまんべんなく行き渡るように濡らします。後ろもこれね、前も紹介したけどウルトラハードジェル柳屋、めっちゃいいです。松京で買ってます。で、こんぐらいすごい、そんなにうん、ぐらい、このぐらいじゃないとあの髪型できない。で、難しいよね、けどね、こうやりまして、お、一気にこういきます。で、こう後ろにもつけてあげて、で、こっちかこっちに持ってきたいから、俺はこっちがいいから今日こっちに持ってきて、で、一回こう混ぜて、それをこう、もうパーマかかってるんで、これをこういう風に猫耳みたいに入れるの。だからできないね、こう普通の人に。じゃあパーマかかってないかかってないと無理。うん、このクルーンはね、前ほらショートの時あったじゃん、あの時はスパイキーな感じでツンツンにしたけど、これはちょっと変わる。巻いてもダメですか？巻いてもジェルつけるからどうせ濡れるから伸びちゃうから、うん、パーマかってればいいね。こういうふうにクルンと。か、めちゃくちゃ毛の柔らかい人だったらありですか？めちゃくちゃ柔らかい人は結構逆にジェルつけてペタンってなっちゃってこう張りがなくなっちゃったから、直毛で余ったところもちょっとこうつける。こっちにもう少ない人できない。そうだね。そしたらジェルの量を減らせばいい。ジェルの量が多すぎた、剥げて見えちゃうから、うん、で、くしで、あよかった。ちょっと作っていって、絶対できないこれ。こうくるんとこう、こう入れたいな。じゃあ、こうなったんです、あの時。くるんとね。で、後から。これ1個だけ作ってたの。もうこういうのって一瞬で思いついてやるんですか？そう、うん、うん、面白いかなと思って、可愛いかなと思ってやってる。で、ドライヤーでこう、うん、冷凍です。いや、温めてから冷やす。で、今温風です。今温風です。で、こんなもん、ちょっとこっちか。で、ジェルも時間経って固まるし、ジェルは固まるんでカチカチですもん、あとも。でも楽です。クラブに行っても崩れないです。スプレーするのは何ですか？キープです、うんうん、細かいところ、こういうところとか、ジェルで足りないところをスプレーで補修したりとか、こういう、こういうところとか。特に意味はないです。もう疲れて出来上がりです。上にこのワンのバッグを合わせて、こう前回行ってきました。アレキサンダーワン5年ぶりの来日で
ショップの方で10年前にも会ったことあるあ5年前にも会ったことあるんだけど、ファンの挨拶できて、そうアフターは渋谷だったんですけど、女子プロみたいなのステージの上でやって、カニエ・ウエスト来てた、うん、カニエも前会ったことあるんだよ、バロンで、うん、アレクサンダーは結構昔から持ってて、初期から持ってたかな。最近メンズがね出始めてね、最初レディースブランドだったから、うん、ニューヨーク行った時も、僕の本が出た時、ニューヨーク行った時も展示会やってて、それも見させてもらって、ワンのやつ、うん、全然どうでもよくなっちゃってね、会話がねそう、こんな感じで活かして、ちょっと鏡見たら、そう、こんだけつけるともうほら、崩れないから、だんだん落ちてくるから、たまにこういうの、ここがポイントです。もうちょっと短かったらやりやすいわけでもないですもん。やりやすいかな、もうちょっと短かったら、このトグロをくるって回線と回転させなくていいと思うから、うんうん、こんな感じ。それでは行ってきます。もう行ってきたんだけどね嘘ついてじゃねえよとか、でもよくやるじゃん、行ってきます、それではじゃあみたいにやるよ、ね、なんだって感じよね。だから最近はそうハリッチのやつと、でも夏はコンシーラーするかな、出かけるときは。焼けるから。日焼け止めは塗るんですか。日焼け止め、どっちでもいいかな、コンシーラーか日焼け止め、なんかしろちょっと塗る、うん、うん。海とかのときは塗るけど、うん、さすがにもうね、40超えてんから肌もやられるからさ、うん、最近その髪型ハマってますよね、なんかおみくさんで会わないときいいじゃん。うん、2回しかやってないけど、いや、そうです、うん、そうだよ、そっか、ハマってるもんね、私がハマってるんです、多分見ちゃうんですよね、見ちゃいますね。遊び心がある方が、ほら、ヘアメイクだしさ、うん、うん、なんか、普通の人ができないやつやった方が、うん、まあ、そういうのが好きだからさ、普通の人はこれやんないじゃん、この一本、うん、でこれがあるのとないの全然見方が、面白さが違うから、うん、そう、やってます、そんな感じで生きてます。じゃあまた、Get Ready With Me、 Get Ready With Me、 Get Ready With Me、 それも未だに覚えられないしね、うん、またやりますね、はい。